皆さんおはようございます。今回私は、京都市にやってきております。今ここは、ね、京都市の、市営地下鉄の、券売機の付近ということで、今回ですね、関西で、とてもコスパ最強のフリー切符がある鉄道会社ということで、今回ねそちらの鉄道会社フリー切符を使って、旅したいと思います。というわけで、京都市営地下鉄の京都駅にやってきております。この京都駅から、2駅ほど、乗って、四条という駅に、まず向かいたいと思います。もう皆さんもね、ちょっとお分かりだと思うんですけども、この四条駅で、阪急電車に、乗り換えたいと思います。でその阪急の、友人窓口で先ほどお話しした、コスパ最強私鉄最強とも言ってもいい過言ではない、フリー切符を購入して実質ね、2社の、鉄道会社を、フリーキープで楽しみたいと思います。それでは早速市場に向かいたいと思います。京都らしい、接近メドレーを聞きながら、京都市営地下鉄の入線です。これ乗って、2つお隣、市場に、向かっていきたいと思います。というわけで、市場に、おりました。ここから、ね、阪急電車に乗って、行きたいと思うんですけども、まずはね、上上がって、ちょっと画角がおかしいですけど上上がって、まずはね、切符を例のフリー切符を購入したいと思います。それでは早速、改札を出ます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、地下鉄の改札を出たんですけども、今から阪急の駅に向かいたいんですけども、阪急ではこのまま駅の改札を出て、僕は今まっすぐ進んでおります。おっと、ちょっと朝らしいなんで、あの人混みがすごいですけど、僕も気をつけながら撮影しております。で今回のフリーキップ の注意点なんですけど、自動券売機じゃね買えないんですよ。友人窓口に行かないと、どうやら売ってくれないようなので、早速ね友人の窓口に行って、そのコスパ最強フリーキップを、買っていきたいと思います。ちょっと嬉しい誤算なんですけども、いつもこのようなフリーキップをこうやって買ってるんですけど、いつも1300円で阪急阪神のワンデーパスっていうのを買ってるんですけど、で今ちょっと新春っていう時期なんで、まだちょっと正月から少し経ったぐらいなんで、まだこのようなニューイヤーチケットっていうちょっとまだ割安でこう買えるチケットがまだ売ってました。通常は1300円で阪急阪神を乗り放題っていうチケットをね買ってるんですけども、ちょっと予定が狂いましたけども、今日はこのニューイヤーチケット、こちらで旅したいと思います。今切符入って中に入ってきました。阪急烏丸駅にやってきました。先ほどね切符を、購入したので、そうですね、いつもの通過動画を撮るときはこういう感じで、行ってますので、今日も、ね、そういう動画を撮っていこうと思っております。まずはね、重曹まで行って、神戸線の方の、通過動画を撮っていこうと思っておりますので、そちらの動画も、ね、よかったらご視聴いただければと思っております。で電車が来るので、少し待ちます。こちらの快速急行に乗って、まずは重曹まで向かいたいと思います。すいません、途中で降りました。ここは高槻市駅です。快速急行乗って、何駅か止まってきたんですけど、ちょっと混みすぎて、ビデオカメラ持ってるのもあれだったんで、一回降りて、まだこの先でまだ撮影してない総持寺駅がありますので、そちらで通過動画を撮影してから、重曹をまた梅田の方に向かいたいと思ってます。またじゃあこちらの天ヶ茶行きの普通に乗り換えたいと思います。
ということで、阪急総持寺駅に、やってきました。でここでしばらく通過動画を撮って、また旅の方を続けたいと思います。それではまた皆さん、後ほど。撮影終わりましたので、今からこの普通天ヶ茶駅に乗って梅田に向かっていきたいと思います。あ、すみません、重曹ですね、向かっていきたいと思います。普通天ヶ茶駅を降りました。天ヶ茶駅だと重曹には行けないので、特急を待ちたいと思います。特急で、重曹、また梅田の方に向かっていきたいと思います。さあ電車を待ちます。というわけで大阪梅田に到着しました。ここから、ね、ちょっと自分の用事を済ませて、また旅を続けたいと思います。それでは一旦改札を出ます。さあ、用事も終わりまして、今から、阪神の梅田駅に行こうと思います。さすがに、ね、阪急阪神ワンデーキップということで、阪神電車に乗らないではないでしょう。それでは早速向かいたいと思います。こちらでミックスジュースをいただきました。もうすぐそこに、阪神電車の駅がありますので、このまま乗っていきたいと思います。そうですね、この自販機おそらくですけど日本で一番売れない自販機だと思っております。隣に、ね、こんな美味しそうなミックスジュースがあるのに、でわざわざこっちの自販機で買う人って、僕ここで何回も飲んでますけど一回も見たことありません。まあ気を取りなしで電車に乗りに行こうと思います。一番上の直通特急の姫路行き、11時10分、こちらに乗っていこうと思います。あちらに止まっているのが、直通特急の姫路行きです。まあ、ちょっと何系、5000系ですかね。こちらに乗って、まあ、ちょっと行き先は決めてませんが、とりあえず三度目の方に向かっていきたいと思います。今これ見てるんですけど、なかなかね、転換クロスシートに変えていきそうなんですけど、やっぱりね、なかなか座れそうになさそうです。空いてますけど、まあこうやって、ね、撮りたいんで、ちょっと誰もいないところにできれば行きたいんですけどね。山崎で、降りました。空間ちょっと方向変えて難波の方に行きたいと思います。まあ、この駅で乗り換えて、西九条方面に向かって、難波の方へ向かいたいと思います。この方にもね、まだ通過駅撮影しないところありますので、そちらの方も行きたいと思います。電車がやってきたみたいです。行き先は、近鉄線の大和西大寺行き、こちらの方に乗って、まずは西九条の方へ、難波方面向かっていきたいと思います。大物です。出口は左側です。大物です。 This is 大物線。長崎の難波方面一つを隣、大物駅にやってきました。こちらの駅はまだ撮影してないので、撮影していきたいと、通過動画撮影していきたいと思います。ではまたね、その動画また、後日上げるとして、その動画もどうぞよろしくお願いします。旅動画もね、また別で、引き続きやっていきますのでよろしくお願いします。さて、通過動画の、ね、撮影も終わったことなんで、次はね、旅の方を続けたいと思います。次の、ね、目的地はなんとなく思いついたんですけど、この阪神本線で川の上にある、あの駅に行ってみたいと思います。それではどうぞ、続きをよろしくお願いします。それでは、電車来るまで、ね、少しまだ待ってようと思います。
まあ、通過電車来ますけど、もう撮影は終わってますので、もう撮ることはありません。はい、さて、目的の駅におりました。けどこちらの駅の紹介は、また別動画にしたいと思います。